バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれるな。ハピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信しています、シンガーソングライターのヨコです。今夜のバニラスカイも一人寂しくではございますが、皆さん最後まで一緒にイチャイチャお付き合いくださいませ。よろしくお願いいたします。今日はですね、ちょっとね、東京ドームにどうやったら近づくかということについて熱く語りたいなと思います。というのもですよ、またね、新しいネタを仕入れたわけですよ。と言いますのもね、実はですね、まあそれは後ほどということで、今夜の1曲目、陽子でバニラスカイ。いただきました曲は陽子でバニラスカイでした。先日ですね、 CM ソングを歌うお仕事いただいたんですよ。でね、陽子 CM ソング歌うね、お仕事いただくときは結構ね、県外の CM が多くて、鹿児島に住んでいるから見れないとか聞けないっていうことね、多々あるんですね。まあね、その県に行けばね、聞けるからね。まあでもなかなかね、その機会がないのでね、どんな仕上がりになってるのかとかね、わからないことも多いんですけれども、このね、CM を歌うっていうお仕事は結構ね、特殊っちゃ特殊なんですね。と言いますのも、シンガーソングライターの歌っていうのは、まあ自分がやりたいようにっていうのが 100% ではないんですけれどもね、サウンドプロデューサーたちとね、いろいろお話をして、こういう方向性でいきましょう、陽子の魅力はこうだからここを出しましょうとかね、まあ細かいわけですよ。それで自分の気持ちとか自分の意思とかも結構ふんだんに入れられる、一曲一曲に。そしてアルバム一つ作る、そのジャケットとか、あのライブのこととかね、それ全てグッズに対しても私の意思が入っております。ですが、 CM ソングを歌うというお仕事は、こういう CM を作ります、誰を起用します、どんなセリフです、どんな曲です、じゃあ実際この曲を歌うときどういう声の人がいいのかとか、歌唱力じゃないところが結構多いんですね。で、こういう風に表現したいから、この声質だとぴったりだよねとかね、でこの声質でこういう風に歌ってもらったら面白いんじゃないかなっていうことなので、ある意味陽子じゃないといけないっていうこともあるんですけれども、
陽子が現場に行って、すべて陽子じゃなくて、陽子さんこういう風に歌えませんかっていうね、指導っていうか、まあお願いっていうのがね、結構 CM ソングのお仕事の時にはあるんですね。ですがね、最近はね、私のホームページを聞いていただいて、ホームページからね、YouTube とか聞いていただいて、陽子の声質を知っていただいて、で今回はじゃあ陽子さんのこの声質が魅力的だからぴったりだと思うので陽子さんにお願いしますっていうね依頼が増えてきましてね、それってすごく嬉しいことなんですね。まあ、もちろんね、私もねこんな声をしておりますが、可愛く歌ってくださいとか、アイドルチックに歌ってくださいとかね、キャッピンキャッピンしてくださいとか、もうそっち方面しか言ってないけど、まあ、そういうの来てもね、結構ねこの声じゃない声で歌ったりするんですよ。意外と、え、陽子なの、気づかなかったっていうね声とかも出せるんです。まあ、声優さんみたいな感じですよね、イメージはね。なんですけれども、最近はとにかくね、陽子でお願いしますって言われることが増えてね、まあ嬉しいなーって思ってるところなんです。でね、先日レコーディングしていた時に曲のキーを設定するんですけれども、まあ C なのか D なのか F なのかとかね、こう高い感じで低い感じでとか、いろいろ指示があるんですけれどもね、そのキー設定をして一発目に歌ったものが OK になったことがありまして、私からしたら、はい、レコーディング始めます、じゃあこのキーで歌ってください、あ、いいですね、じゃあこのキーはどうですか、いいですね、じゃあこのキーでいきましょう、でそっからちょっと練習を重ねて本番みたいなのが、まあ、私のイメージですよ。皆さんもそう思われると思うんですけれども、ですがね、この間はね、何個かキー設定でね、こうお話があって、じゃあちょっとこのキーで歌ってくださいって言って、いっぱい詰めてねだって、まあ一回歌ったわけですよ。そしたらね、そのキーですんなり OK で、そして一発 OK って、本当の一発 OK になってしまって、もう歌い直すこともなく、え、もう終わったのみたいな感じだったんです。まあ、それがね、私の中ではね、とってもびっくりした体験 で念のために何ていくか残しときましょうって言ってね、歌ったんですけれども、その1回目、まあ奇跡の1回目ですよね、これ、ね、超えるような歌唱にはならなかったんですね。まあちゃんと超えるような歌唱をしろよってことなんですけれども、雰囲気っていうものですね、そういう1回歌った私が編み出した、いや私がただ歌ったらねヒットしたようなね、その魅力っていうのがね、自分が自分を超えれなかったというね経験をさせていただきました。まあ楽しかったですね、思い返せばね。その時はね、え、いいの、これでいいの、どうしようみたいな焦りはあったんですけれども、まあ、陽子は陽子でいいんだって思わせていただいた瞬間でございました。今回ね、陽子クラウドファンディングスタートさせています。陽子初のカバーアルバムスターズをリリースするために目標200万円に挑戦しています。リターンは3500円からありましてね、そのスターズ CD1 枚の返礼からございますので、ぜひ陽子の公式ホームページ yokoyokojapan.com を検索していただきまして、詳細ご覧いただけると嬉しいです。オフィシャルのね YouTube YOKO 陽子鹿児島にも動画作りましたよ。ちょっと面白い感じになっておりますが、家族笑ってましたけれども、どんなものかぜひ見てくださいちょっと思い出し笑いしちゃった、ごめんなさい。ぜひぜひね、そちらもチェックしていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。では今夜の2曲目、鹿児島も梅雨というよりも夏って感じの夏空が続いております。この曲を聴くと、私大好きな垂水市看護 PR 大賞をね務めさせていただくきっかけにもなりました。まあ、とにかくね、垂水市が大好きで、ミュージックビデオに収めたくって収めたというねロケーションがございます。お聴きください、陽子で Believe。
きいただきました曲は陽子で Believe でした。では今夜ねちょっとね熱く語りたかったのをねちょっと引っ張っていきたいと思いますがよろしいでしょうか。先日ねその CM のねお仕事いただいたっていうねそのよくねお仕事いただける私も大尊敬しております佐藤智夫さんというね作曲家さんアレンジャーさん、もともとはねギタリストさんだったとお聞きしておりまして、まあ、多才ですよね、まあ、うちのボスも多才ですけれどもその佐藤さんからねいつもねお仕事のたびにねお話しするたびに名言をいただくんです。でね本来だったらさこういうお話ってお金を支払って聞くものなんじゃないかなくらいね私にはねとってもためになる糧になるお話なんですけれども、実はねクラウドファンディングのメッセージのところにね陽子は陽子をモットーにというふうに書いてあるんですけれども、この陽子は陽子というね言葉をくださったのも佐藤さんでした。まあ、何かのお話の中でね陽子ちゃんはね陽子は陽子でいいんだよ、矢沢永吉は矢沢矢沢だろうってそうやってね言えるアーティストでいいと思うんだよねっていう言葉から、あそうだな私は私っていうのももちろんですけれども陽子は陽子だなと思ってねもう強気でね生きてまいりました。まあうちの娘もねシノンね皆さんお世話になっておりますがシノンはシノンだからってね言い切れるようなね女の子だったり、そしてアーティストになるのはねアーティストでいいと思うんですよね。やっぱりねその言葉が言える人間っていうのは自分に自信があって、それはプライドとかじゃなくてね自分は自分なんだって、まあ、自己肯定感強く守ってあげれるみたいなところとか、何より自分を信頼してあげれるね、素敵なね言葉だなと思って私はちょっとね使っておりますよ自分自身にね。そして今回はねまたねありがたいお話をいただいたんですけれども、成功する法則に才能、運、実力、この3つがねどんなことにも挙げられると。で佐藤さんは気づかれたんですって。才能はまあもちろん必要ですよね。でまあその才能と運があってまあ伸びていくけれども、この2つには意外とねタイムリミットがあると。才能は枯れると言われる、で運は尽きると言われる、だけど3つ目の実力だけはなくならないっていうことに気づかれたんですって。あ確かにそうだなと思って、だってさ実力って努力しないとね成り立たないじゃない。でねうちの娘をねいつもね褒めてあげたいなと思ってね、で応援するために、まあ、口うるさくね言ってる言葉があるんですけれども、よくさ才能が 1% で、で 99% の努力で成り立ってるって言いますよ。だからねうちの子にねシノンってあなたはねって努力する才能は必ずいいものを持ってると。もちろんねセンスとかねそのあこの子才能があるなみたいなのはねちょっとねまあ光り輝くところもあるけれども、それをきちんと自分のものにしようというね努力をする才能がねちゃんとあるから、それは怠らずに自信持ってそれをね糧にね進んでいけばいいと思うよというね、まあ、母からの言葉がいつもあるんですけれどもね、まあ、佐藤さんのねお言葉を聞いてね確かに実力を伸ばすために努力する、それは枯れることも尽きることもないし自分をね守ってくれるから、そうか、まあそれに伴ってね、まあ、音楽をねこう志したり音楽活動をしていく中でね、あこういう気づきがある、そうかじゃあこういうタイミングがあるかもしれないっていうことをいっぱい教えていただいたんですけれどもね、自分が成長したいって思った時に私にぴったりの言葉をね与えてくださる、まあ、それをさ音楽の神様がさ導いてくださってるんだっていうのをねまた佐藤さんのお話の中でね実感したんですよ。音楽の神様って本当にいらっしゃるんだなと。そして佐藤さんに教わったとっても素晴らしいことは、
音楽の神様に選ばれる人たちにも定員があると。でその定員はどんだけかはわからないけれども、選ばれたからといって一生ものではないと。更新制なんですって。だから若い子たちがどんどん出てくるでしょ。そうすると年齢重ねると座席は決まってるはずだから、振るわれると長年居座ったその座席を明け渡さないといけないんですって。だからこの更新性のある音楽の神様から愛されるね、選ばれし者の座席を得たからには死守しないといけないと私は思ったわけです。でね、選ばれたか選ばれてないかなんてさ、誰にもわからないじゃん。ただ私は選ばれてるって実感して、それを努力して守り続けて、こうだああだって葛藤しながらもがきながら、陽子は陽子だとね歌い続けられるんだったら最高の私の人生だなと思いました。生きてればね、みんないろんなことがありますよね。私だってそうです。だからこそ、あ、こういう風に頑張っていけばいいんだっていうね、道しるべをね教えていただける先輩方には本当に感謝しています。ずっと音楽の神様に愛されていたいなって思いました。うん。なのでね、皆さんこれからもお付き合いくださいね。よろしくお願いいたします。今夜最後の曲は陽子でキス&ハグ。切り取っても好きがいっぱい、君との毎日を綴る僕のカレンダー。些細なことで喧嘩をするよりもニヤニヤしちゃうよ。このまま時間が止まればいいのに、君を思うたびに涙が溢れてくる。いつの間にか泣き虫な僕たちは強くなるように抱きしめ合うんだ。この広い空の下に愛を伝えたい君がいる。いつでも心は抱きしめ合っているから、ちっぽけな自分を奮い立たせる愛。言葉は明日を変えていくために必要な愛。付き合う世界で相変わらず幸せな君と僕のカレンダー。今日もお休みのキスをするときに一緒に祈ろう。みんなが幸せでありますように。愛し合うことでこんなにも力が生まれるなら、みんなの思い集めて届けるよ。次の世界へ今一つになろう。この広い星の中に愛を伝えたい君がいる。何があっても心は抱きしめ合っているから、いつかこの日々が思い出になる時も愛。僕の中で生き続ける変わらない I love you。
た。いつもありがとう。この広い空の下に愛を伝えたい君がいる。いつでも心は抱きしめ合っているから、ちっぽけな僕らを奮い立たせる愛。言葉は世界を変えていくために必要な I love you。 ずっとずっとそばにいよう。ずっと君の笑顔とこの世界に Kiss バニラスカイは皆さんのメッセージやリクエスト大募集しています。宛先は 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com バニラスカイ宛てにお願いいたします。どうやったら音楽の神様に愛し続けていただけるかしら、というかね、陽子の席はここだよって言ってもらい続けられるかなと思ってね、考えているんですけれども、ひとまずピアノ練習しよう。この間ね、ご縁があって歌詞のコンペに出場したんですよ。どういう結果になるかね、ドキドキなんですけれども、もうね、それがね面白かったの。自分はこんな曲歌ったことないし、うわこれはこうだから難しいなとか思いながらも、歌詞を書くときにはさ、なりきったりとか、もういろんな引き出しをこう開けまくって、もう自分の中になかったものをさ、こじ開けてさ、叩き割ってみたいな感じだったから、とにかくね、結果はどうであれ、私は私の中でね、完成したこの作品、一作品をね、大事にね、思い出に残したいなって思っちゃいましたね。だからね、これからコンペとかね、いろいろ出てみたいなって私思ってるんです。なので気軽にもっと自分の曲作っていかないといけないなってね、重ね重ね言いますが、音楽の神様に愛し続けていただけるように努力しなきゃなっていうところでね、そういうことも思ってみました。あと、もっともっと音時間を通していろんな方とね、役に立てるようなね、出会い方をしなくてはいけないなっていうのも私の中にあります。皆さんもね、何の神様に自分が愛されたいかを今一度検討をしてみてください。そして、私この神様に愛されたいなとかいうのね、ぜひメッセージでね、教えていただけると嬉しいです。また来週もメッセージお待ちしていますのでね、よろしくお願いいたします。それでは皆さん、一週間めちゃくちゃハッピーに過ごしてくださいね。陽子との約束です。陽子もめちゃくちゃハッピーに過ごしたいと思います。笑い上はできすぎて高い化粧品買わなきゃぐらいね、笑ってやろうと思いますよ。では皆さん一緒に、せーの、バイバイハッピー。